はい、それでは本日は販売士2級の平成30年第81回1の5番レギュラーチェーンについて解説していきたいと思います。まずこの問題に入る前に、こちらのレギュラーチェーンという店舗一体何なのかっていうのを説明したいと思います。このレギュラーチェーンというものはですね、まあコーポレートチェーンというのが正式名称で呼ばれています。まあ、例えばの店舗なんですけども、イオンとかイトーヨーカドー、デニーズ、ガスト、マクドナルド、スガキヤ、スタバなどがこのレギュラーチェーンというものですね。まあ、チェーン店と言われているものですね。これはですね、11店舗以上の同一資本系列で結ばれた中央コントロール形式の小売業ということですね。11店舗以上あって、同一の資本、全部同じ資本、全部の直営店以外も全て同じ資本、そしてこの本部があって、本部が全部支持してますよっていう小売業になっております。なのでこの本部と11店舗以上というのは全て同一資本で、一緒のやり方で全てもうこの本部の独裁政治でやっていますよというのがこのレギュラーチェーンです。この本部の独裁政治を中央管理体制型と言います。でですね、このレギュラーチェーンに関してのまずメリットは、バイングパワーといって大量購入による、仕入れのコストを低下させるということですね。あとはローコストオペレーション、 IT 化、物流システム化、パートタイマー化などによって、オペレーションを安く抑えることができます。またですね、デメリットとして、市場への、地域市場への柔軟な対応ができない。あとは従業員のモチベーションが低下する。これはですね、理由として、全部独裁政治で一本でやっているので、この、地域ですね、他の地域、いろいろな地域に、まあ、長所とかあるんですけども、それをうまく活かしきれない。すべてマニュアル通りになっているので、この、地域に、地域市場への柔軟な対応ができないというデメリットがあります。また従業員のモチベーションの低下ですね。すべてマニュアル通りなので、もうマニュアル通りにやれと言われているものなので、まあ、この従業員の創意工夫ができずに、もうマニュアル人間になっていってしまって、ああ、なんでうちらのこと分かってくれないんだろうと思って、もうモチベーションがどんどん低下していきます。またですね、仕入れとか価格設定もすべて本部が行っているので、これに対するまあ不満とかも溜まってくるということですね。これがレギュラーチェーンの主な説明になります。これを踏まえて、1番、レギュラーチェーンは正式にはコーポレートチェーンという、このコーポレートチェーンというのが正式名称なので、あは合っております。そして2番、E、レギュラーチェーンの店舗は複数資本によって所有統制されている。これは中央集権型の同一資本系列なので、これに関しては、同一資本であるので、この E に関しては間違っております。レギュラーチェーンの出店では、資金調達と事業リスクは連帯責任であるため、他のチェーン形態よりも多店舗化には時間がかからない。これはですね、多店舗化には時間がかかります。なぜかというと、本部が全て同一資金なので、1店舗1店舗、本部の資金で新しく店舗を建てていかないといけないので、時間がかかるということなので、このうに関しては間違っております。そして4番、A、レギュラーチェーンは通常20店舗以上の中央本部の規制の下に規格化された経営原則に基づき運営されている。これはですね、暗記なんですけども、11店舗以上が、レギュラーチェーンの原則です。これは20店舗以上となっているので、これは11という数字が合っていますので、この A に関しては間違っています。そして5番を、レギュラーチェーンの店舗の階層の開配は、本部の意思決定によるため、各店舗の存続は一般に本部の戦略によって決定される。これは合っております。本部というのは、この独裁政治でやっているので、このレギュラーチェーンというのは、この全部、本部から指示されたことが全て通ってしまうので、この中央管理体制型なので、このOに関しては合っております。以上のことから今回は、あと、おが合っています。